どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速いきましょう。今日9月25日は何の日でしょうか正解は今から50年近く前から続いている10円カレーの日です。そこで今回はそんなカレーの日にちなんで博多の名店ナイルの黒カレースペシャルカレーを皆さんに紹介していきたいと思います。 博多では超人気のカレー屋さんみたいなので非常に楽しみです。それでは早速行きましょう。レッツゴー創業昭和36年のカレー店ナイル。今のようにカレー屋が溢れていなかった時代、このナイルカレーというのは地元の人々に愛されて、1日なんと1000人が行列を作るほどの超人気店だったんです。有名な芸能人も通った福岡博多の名店でしたが、2009年に惜しまれながら閉店してしまったんです。 こんなナイルカレーがなんと自宅でで食べれるんんす。なんとこちらは黒カレーといってスパイシーさが決めての辛いだけではなく独特のうまみとスパイシーさが癖になる黒カレーをレトルトカレーで再現していますさて中の袋を取り出して沸騰したお湯の中に5分から6分入れて完成した黒カレーがこちらです。 見た目はいかか。がでしょうか見た目が真っ黒というよりかは若干黒くなったというような印象を受けますが少しのとろみのあるこの黒いカレーのルーですなんと十数種類ものスパイスが入っているということで喉の奥までピリピリするスパイシーなカレーになっています ただ辛いだけではなくて、辛味に負けないぐらい濃厚で深い味わいを感じることができます。しかもパッと見具が入っていなさそうですが、食べてみるとすぐ分かりますが、長時間煮込まれて煮崩れした牛肉が入っています。カレーのルール少しでもご飯がたくさん食べられてしまうほど、それほど濃厚でコクがあり、ピリッとした辛さが癖になるこちらの黒カレー、ぜひ皆さんも一度食べてみてください。 さて、お次はこちらの赤いパッケージが特徴的なこちらのスペシャルカレーを紹介していきます。こちらはナイルカレーの中でも一番人気のカレーで、毎日食べても飽きないカレーで、これぞ日本のカレーと言いたくなるような定番の味に仕上がっているそうです。こちらがスペシャルカレーでございますが、見た目は若干赤みがかかった茶色のルーでございます。 多くのスパイスを絶妙なバランスで配合した贅沢なカレーで口の中にふわっと広がる風味とご飯のバランスが絶妙にいいというふうに言われていますが実際いかがなんでしょうか一口食べてみると程よい辛さとルーから溢れ出るうまみがまさにスペシャルなカレーに仕上がっていてどことなくおふくろの味を思い出すかのような温かさも感じます こちらのスペシャルカレーは中辛と記載があって食べてみるとややピリッとしてますが先ほどの黒カレーよりかは辛くはないと思いますご覧の通り具材が入っていないのでカツをトッピングしてみてもいいかもしれませんね逆にあまり辛いのが好きではないという方に関しては温泉卵などをトッピングして卵の甘さを加えてバランスよく食べてみてもいいかもしれませんね ぜひ自宅で自分好みのカレーに仕上げてこの美味しいナイルカレーを食べてみてください。さて今回は博多の名店ナイルのカレーを2種類ご紹介をしてきました。皆さんいかがでしたでしょうかぜひ楽天市場などで通販をやっておりますので一度購入して食べてみてください。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本のものを紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!